んにちは、ユアーズです。今回はエクストレイル T33 専用 LED ライセンスランプのご紹介です。エクストレイルのナンバーとそのままだとオレンジ色の光で何の特徴もありません。明るくしたくてもエクストレイルのナンバーとはユニット式なので、バルブ交換の容量では取り付けできません。ユアーズのライセンスランプはユニット式でとても簡単。純正を取り外して取り付けて戻すだけ。ユニット交換で純白で圧倒的な輝きが手に入ります。超高効率クリシャ製の LED チップを採用することで、左右合わせて 50W という驚異の明るさを実現。地面をも照らし出す圧倒的な明るさです。純正よりも明るくしたいけど明るすぎるのも苦手という声にお応えして、3段階の明るさ調整機能も搭載しました。 100%、70%、40% で調整できます。このチャンネルでは新商品の紹介や取り付け動画を中心にプレゼント企画などもしていますので、ぜひ下のチャンネル登録ボタンを押していただけると励みになります。それでは取り付け方の紹介です。ライセンスユニットを矢印の方向にスライドさせ、下に引き引き出してください。コネクタの青いロックを上に押し上げます。ロック部分を押しながら引いてコネクタを外してください。ユアーズ製ライセンスランプを取り付けます。コネクタに差し込みロックを戻してください。コネクタ側から車体に戻し押し込んでください。反対側も同じように取り付けて、作業終了です。ユニット交換の簡単取り付けで強烈な明るさのライセンスランプ、後方からのインパクト絶大、他社に差をつけるライティングドレスアップパーツです。今までの単発 LED とは比較にならないこの明るさをご体感ください。このカスタム、次はあなたの番です。エクストレイルにお乗りの方、ぜひお試しください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしています。